はい、どうも、はじめです。最近、ちょっと知り合いにですね、ちょっとマッサージをしてもらったんですよ。整体師、まあ整体師的な人に、整体師なんですかね、ちょっとマッサージをしてもらいまして、はじめさん、ちょっとこれ首まずいですと、こんな首ないですよって言われたんですよね。肩こりって感じたことなかったんです。まあまあ確かに、もうずっとパソコンの前にいるわけですよ、一日中。もう平日はね、もうずっと朝から寝るまでずっとデスクワークでこんな感じでもうずっとこうやってるわけです。前動画でもチラッと言ったんですけど、朝ね起きるとね、小指がね痺れてたりするんですよ。どうも首が良くないと、首がもう凝りすぎてって血がこうここまで来てないらしいんですよね。で、私最近ヨガをしたりとかですね、いろいろやってるんですけど、でこの前ね、知り合いにですね、これをもらったんですよ。ファイテンのこのネックレスをね、いただきまして、その人もまたもらったらしいんですけど、つけると頭が痛くなると、でそれをもらいまして、でこれつけてたんですよ。でこれつけてると分かる通りダサい。こうやっててもちょっとここから見える、なんか特に白だし、この柄が、あ、おじさんだなってなっちゃうんですよね。まあまあ、もうおじさんなんでしょうがないんですけど、でこれをね、結構ずっと最近つけてたんですけど、そしたらですね、なんと肩こりを感じるようになってきたんですよね。つけてることによって、なんかそれでなのか、これが効いてなのか、ちょっと不明なんですけど、まあまあまあ、気のせいっちゃ気のせいだとは思うんですけど、調べてみたんですよ、相手に関して。で、まあまあ、いろんなレビューがあるわけですよ。気のせいだとか、効果がないとか、めちゃくちゃ効くとか、まあ、いろいろファイテンを調べてると、これって結構レベル低いというか、ファイテンの中ではちょっと雑魚キャラ、やっぱ見てると欲しくなってくるんですよね。なんかね、いいやつが欲しくなってきた。でね、私ね、買いましたよ、ファイテンラクアネック X100 リッシュモデル、ドドン。これね、ファイテンで最上位のシャインエース買いました。しかもね、1万円、高え。とりあえず中開けてみましょう。あー、なるほど、おー、いいじゃないですか。ちゃんと銀の入れ物に入って、ちょっと高級感がありますね。で、中がこんな感じになってますね。こんな感じで、これがもうこのレギュラータイプよりも何倍も効くと、この中にもうとんでもない磁力が入ってるらしいんですよね。こういう感じの、ここがブラックのやつ買いました。一番シンプルなやつので購入しました。ちょっとつけてみましょう。どうですか。ちょっとね、僕ファイテンについていろいろさっき調べてたんですけど、ファイテンのお店に行くとですね、なんか実験させられるらしいんですよ。ペットボトルというか重いものを普通に持ちます。で、ファイテンをここにつけて持つとすげえ軽くなる。そんなわけないじゃないですか。はい、というわけでですね、その実験をね、やってみたいと思うんですよ。こちらをこう持つ実験、結構重いな。1ガロンだから 3.8 リットルぐらいなんですよ。これでどう変わるかですよ。こうなって、この重さでしょ。こうすると、え、嘘だ、え、あ、ちょっと軽くなった。え、嘘でしょ。あ、これで外した時が全然違う。あ、すげえ。いや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 、なんていうんですかね、これで全然変わんねえよってちょっと終わらそうとしたんですけど、ちょっとマジで聞きますね、これ。え、本当に？はあ。いや、これあれですよ、企業案件とかじゃなくて、普通にレビューしようとしてやってますからね。こんな変わるんだ。目隠しをして3種類用意しました。これが一般的な紐ですね。ファイテンのザコキャラで、ファイテンのもう最上位クラス、ファイテン X100、 これをつけた時が一番こう軽くなるはずなんですよ。ちょっと分かんないですけど、理由は。で、これをつけると何も変わらない。それがその真ん中になるわけですよ。だってこれなんて何も入ってないわけですから。で、これで目隠しをして当てられるはずです。だってこれが一番軽くなるんだものね。実験していきましょう。
はい、OK。 じゃあというわけで早速この状態で実験していきたいと思います。じゃあちょっと乗してみてもらっていいですか。あ、めっちゃ軽くなった。信じるか信じないかはあなた次第です。的な話なんですけれども、ファイテンを腕につけてペットボトルを持たせる、この実験はですね、回転的にはこのネックレスが血中のストレス濃度を下げたため軽く感じる、試しにラクアネックレスではなく普通のネックレスを巻いて試してみましょう。同じような体験ができるはずです。これは指で物を持った際腕に軽い負荷をかけようと感覚的に持っている物質が軽く感じるという心理的なトリックを利用したにすぎません。物を持って腕に何かしらの負荷がかかっているとなんか物質が軽く感じるっていう風な心理的なトリックがあると。まあ、この人が言ってるのはファイテンはいい商品だと、まあ、こういう売り方をすること自体がなんかちょっと逆にファイテンがインチキ臭くなってしまうので残念だみたいなことが書いてあります。というわけでね、この記事を信じるのであれば確かにこれをここにつけても軽く感じるっていうのは、まあ、人間の構造上そうなのかなみたいな話になってきますよね。まあ、今後これつけてみて、まあ、1週間2週間1ヶ月どうなるかっていうのをまた動画でねお知らせしたいと思います。まあ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 気持ちの問題です。ね、自前のねいいやつ買ったんで肩こり治るでしょう。ファイテンに期待してみたいと思います。それでは以上、ありがとうございました。自分じゃできねえのか。